中国地方整備局ではテックフォースの隊員として今日までに延べ200人以上の職員が能登半島地震の復旧活動や支援に当たっています。被災地での活動の情報を共有し今後に生かそうと道路や水道などの担当職員が中崎武史局長らを前に活動報告を行いました。中でも道路班は輪島市内で寸断された道路の被害把握や通行可能な道路のマップ作成にあたり雪が積もった場所では歩いて調査に回るため時間がかかったこともあったといいます。道路の重要性というのはですね、やはり人間の血管のように物流とかですね、そういったものを確保するためには非常にまず第一にですね、復旧すべきものだというふうに認識しております。中国地方整備局では今後も派遣を続けることにしています。